see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. Hi, Catherine! It's us! Got any new commissions? Ah, you two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information, rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. So that's the plan! Whew, we can finally stop and take a break! Paimon knows that! It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing! The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Oh, hey, Kachina! Are you feeling better now? Forge those things.
気に入るよ。すごい勢いで有名になっちゃって。いつも家に閉じこもって邪魔されたくないし、ああ
しいと思う。それに彼女の目撃が読めなければ助けてもらえないかもしれないって聞いたし。それは…どういうこと一回助けてくれたんじゃないの？おかげでクチーナは助かったんじゃ。そんな大丈夫それ。スピリオスローは一つなら二つにないかな。やめてくれるよ、今は。今後はたくさんの名前を一遍に見つけてくれるんだ。それなら、マーミアプラの重要要命令って出てくる。シトラリがエアゲンジ様の魔法を隠れるレルを願いがうしないね。手紙は道が違うよ。手紙が内容に重さなどほど、届けてくれる人も、取り盛りもくれるようになる人だと思うよりだけど。じゃあ、キリちゃんにお先生頼もう。キリちゃん警察さんは状況を一番よく分かってくれてるし、シトラリが要素を見なかったらなさそうだろう。あはは、ちゃんちゃんと閉じておいてくれるといいんだけどな。うんうん、いいやねね。キリちゃんは上昇しかけてるし、キリちゃんちゃん重機を用意くれるレベルし。よしよし、じゃあ今すぐ呼んでくれてね。手紙を見送るからちょっと待って待って。状況は聞いた。シトラリが南が見送ってて説明してみる。ちょうどスピリティストーンの件は説明して謝らないと思ってました。いや、任せてごめんね。シトラリと嫌いな方を歌ってくれるのはあなただからさ。気にしないでいい。みんな演奏の計画のために頑張ってるな。それにナタナの状況がどれどれひどいといったことは、ここにいる全員が知ってる。ってことは、カチーナのビビデビと知ってるの？過去の英雄が目の前に出てくるのを見たとき、モーラニチョウもたくさんさんの表知識が頭の中に入ってきたって言ってきた後、こっちに戻ってきた後と、エンジン戦争のみんなに、やがりの国の状況とかが、どうして英雄が急に現れたのかについて、全然説明してくれないんだもん。そうだったんだ。エンジン戦はあの人に英雄の話をしようとき、すでに認められないウェイクの中に、シロちゃんの名前があったんだ。そういうことなら、腹を抱く話せなせ。たとえ英雄が悲惨でも、一緒に死んでくれる仲間がいるっていうのは、心強いかも。もう一つ情報がある。あの時、競技場で体調を受けた人物についてたんだ。ほぼ目星をしていた。名誉のある出身で、オロオロのやつだ。普段は集落を離れ、村外れで一人で受け付けしている。だから、今回の演奏についても、部族の者たちはずっと気づいていなかった。シトラリが気づいた頃には、すでにかなりの期間、誰々連絡を通っていなかったらしいし。シトラリがこいつを連れるんだろ？オロロの場所で、名前のある人たちの人と、親切な人たちによって育てられた。だが、小さい頃から変わったやつだったそうだ。変わったやつって。名前のある人の人って、みんな夢とか刑事の話に夢中らしいから。はたから見ればそれだけでも十分変なやつやつだけど、そんな部族の中でかわいいやつって呼ばれるぐらいなら、直接会ったことはないけど、よっぽど通常じゃないよね。まあ、そういう意味では、オロオロシトラリはちょっと似てるというか、だから、二人は気が合うと思う。なるほど。シトラリが引きこもりなのに、なんでオロロが失踪したって最初に気づいたんだろうって思ってたけど。オロロが自らの意思でファリオに入ったのか、それとも脅迫されたのか、そこについてはまだまだわからない。
でも、ストラリは、一刻も早く、オロルの裏切ったわけじゃないと証明したいはずだ。そこを切り切りにする。つまり、オロルの隊長の行方を探そうって提案するぞ。ああ。もしみんなが協力してくれるなら、それは単純なお願いから、両者が利益を得られる協力関係にある。エンジン様からの命令を断ることはないのが、協力関係を提示すれば、シトラリもオロルのことを気に病まず、より集中できると思う。筋が手を取ってじゃあ手紙は読んだよ2日後の競技場で待ってるからなあなあすぐに届けてくれキリキちゃんでした行ってらっしゃいじゃあ私のスナイクでまだ片付けずに待ってないのようんじゃあ番号の方でこれまた2日後ねよく考えられた提案だと思ったけど確かにシトラリには答える義務もないしねだってこれはエンジンの命令なんだぞそいつだってエンジンの民なんだろ民うちからすればみんなは仲間同士みたいな感じだって思ったのねマービーは確かにリーダーだけどそこに越えられない身分の壁があるってわけじゃないただ、要望を出すときはいつも、すんごい期待をかけてくるけど。エンジン
は強いのにあんまりそんな内野駅もないし、優しいやつだけど。でもそのクラスバーバーってやつは偉いからって人を無視するなんて、さすがにひどすぎるよ。みんなすごいすごいって言うけど、結局返信もしてくれなかったんだぞ。来ないなら来ないか言ってくれよ。おいらそんな年寄りに絶対なりたくないぞ。へえ、そんな風に思ってるのね。うわー、誰だ、急に耳元で喋るなよ。年寄りのおばあちゃんなんだから、耳元でささやくのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの？一人？お前が一人か？お前って、グラスバーバじゃないのか？グラスバーバって、重要なのは黒曜石であって、老婆じゃないの。小説でもよくあるでしょ？見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔。こんなおばあちゃんは見たことない？別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。ああ、言い忘れてたかも。シトラリは若いけど、ばあちゃんなんだ。忘れてただけだし、みんなとっくに受け入れてるからさ。失礼だけどさ、いくつなんだ？なあ、レディーに年を聞くなんて、本当に失礼ね。ねえ、お会いなかったの。あまりにも変わってるからさ。謝りたかったのに、話せば話すほど混乱して。呼んだのはうちだから、責めるならこの子たちじゃなくうちを責めたいのよ。はぁ、もういいって。そんな真面目な空気にされたら、逆にいたたまれなくなっちゃう。さっきの言葉は気にしないで。キイニチが届けてくれた手紙を読んだ時点で、来るって決めてたの。でもそう決めたなら、わざわざ分かったって返信する必要もないでしょ。直接来ればいいわけで。でも、出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃって、よくあることでしょ？で、ようやく着いてみたら、みんな私より早く来てるし、気まずくて出る出るなれなくなっちゃったの。さりげなーく登場しようと思ったけど、みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて。しかも、よくよく聞けば、私の悪口を言ってるじゃない。どうしようかと思っちゃった。ふっ。とにかく、そういうこと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。ばあちゃん、なんでそんな顔するんだ？さっきの気まずかった反応かよ。名園の主の人が言ってた付き合いにくいってこういうこと？なんか、人付き合いが下手っぽいっていうか、挙動不審すぎでしょ。ふっ、とにかく、本題に戻りましょう。シロね、コメを作るのに、私の手助けが必要なんですって？うん、今回はかなり特殊な状況なんだ。実は、なるほど。マービカ様は、外の人の米を尽くしてほしいって言ってきたわけ。前代未聞ね。そういえば君たち、オロルンのことはもう聞いているのよね。幼い頃からおとなしい子だったから、ファデュエに入ったなんてありえない。きっと脅されたのよ。おう！オイラたちはまさに、そのために来たんだぞ。オロルンを見つけてやるから。コメの問題を解決してくれないか？
君、旅人でいいかしら。こっちに来てちょうだい。顔をちゃんと見せて。富のために争いをやめないけれど、君は黄金を超えた。人々は雷帝と怒涛を恐れたけれど、君は海を渡った。自由を求める疲れた魂よ。最も鮮やかな色彩を持つ緑の葉っぱも、君の安らぎを願っている。君から見たものよ。君はみんなが思ってる以上にたくさんのことを経験してきたのね。そして、誠実な英雄の心を持って、炎と共に暗い夜に入る勇気がある人。あ？動かないで。何かいるわ。なんだよ。おいらを脅かさないでくれ。大丈夫か？知りなさい。はい。八神の国から帰ってきた君の体には、魂の残留物がついてたわ。もう払ってあげたけど。ふぇー！幽霊を、ちょっと、連れて帰ってきちゃったってことか？そこまでひどいわけじゃないけど、放っておくと精神が不安定になったり、気分が悪くなったりするだけ。払ってもらえてよかったね。お安い御用よ。シロネン、君たちの計画に乗るわ。オロルンを見つけてくれたら、ヤガミに会わせてあげる。ヤガミ？おい、大霊でじゃないのか？これほど重要なこと、部族の大霊には決められないもの。異邦人に古名を作れるかどうか、決められるのはヤガミだけ。ヤガミは、ヤガミの国を管理する古の生命体で、常に聖火の力を借りて、アビスの侵食と戦ってるの。なるほど。簡単に言うと、大霊よりもすごいってことだよな。まあ、そりゃそうか。ヤガミの国って言うぐらいだもんな。それは、ちょっと違う。誰がよりすごいとかって話じゃないのよ。まあ、詳しく説明するには複雑すぎるから端折らせてもらうけど、話を戻すけど、ヤガミが深い眠りについた今、ヤガミの意識とつながる方法は脱魂しかない。簡単に言うと夢を見ることね。脱魂のような儀式を行うにはいくつか用意しないといけないものがあるの。リストにまとめるから準備してくれる？じゃあうちが行くよ。いろいろいりそうだし、地元の人間の方が土地勘あっていいっしょ。よし、じゃあオイラたちはストラリと一緒にオロルンを探しに行こうぜ。相手はファデュイなんだし、くれぐれも気をつけてね。助けが必要になったらいつでもうちを呼んで。うん、無理はしないぞ。こっちはあの悪ガキを探さないとね。今日は遅刻しちゃってごめんね。実は来る前にオロルンの拠点に行って手がかりを探してたの。あの子は一人で暮らしてるんだけど、拠点にある壺が壊れてたの。あの子が飼ってるネンソミツムシの調子もおかしくて、多分ずっと誰も世話してなかったんでしょうね。部屋の中には刃物を使った跡もあったけど、ナタの武器じゃなかった。あれはスネージナヤ人のものじゃないかしら。誰かが部屋に入ってオロルンを誘拐したってことか？でも野外でミツムシを飼ってるだけの子を誰がわざわざ誘拐したっていうの？20代そこそこのあの子をさらってどうするのよ。別にオロルンに火がないって言ってるわけじゃないのよ。でもナタには人が大勢いるのに、どうしてあの子がさらわれたのかしら。まあとにかく、早くあの子を連れ戻して聞いてみないことにはね。ぶしつけなお願いをして本当にごめんね。でもオロルンを探すには君たちの手助けが必要なの。
ちに任せてくれ。ええ、まずはオロルンが最後に目撃されたところに行ってみましょう。目撃者の話によると、オロルンはここでファデュイの兵士と話してたんですって。どこまで信じてくれるかわからないけど、オロルンはいい子なのよ。ファデュイと関わるようなことするはずないの。きっとファデュイに脅されてたか、情報を聞き出されてたところを目撃されちゃったのよ。でも争った形跡もないし、きっと信じてもらえないでしょうね。はぁ、こいつ、ナタでは人望があるってケイニチが言ってたよな。こんな風に思い悩む一面もあるんだな。オロルン？あの子は、道端に捨てられてたのよ。部族の人たちがあの子を拾ってきて、みんなで一緒に育てたの。名園の主でいろんなことを勉強して、大きくなってからは、一人で離れて暮らすようになったわ。野菜を栽培したり、粘素ミツムシを飼育したりして、自給自足で生きてるの。はぁ、あ。友達づてに、いつも野菜を送り届けてくれるんだから、本当にいい子なのよ。まあいいわ。とにかく探しましょう。人を見つければ、手がかりも手に入るはずよ。オロルンは、ミツムシを飼ってるけど、あの子たちは、刺激を受けると、特殊な粘素を分泌するの。その痕跡を追えば、オロルンを見つけられるかもしれない。痕跡を辿ってみましょう。え？痕跡って、どこにあるんだ？おいらには見えないぞ。ああ、そっか。君たちの目は、そういうものに敏感じゃないのね。さあ、手を出して。で、私の感覚を一時的に分け与えたの。しばらくの間、君たちにも粘素が見えるようになるわ。そんなのって誰かに与えられるものなのか？初めて聞いたぞ。珍しい武術で普通の人には使えないけど、私はよく使ってるから心配しないで。おちびちゃんの感知力は弱めだけど、旅人はちょっと強いのね。さっき、君の手を握ってみたけど、君は粘素との相性が良さそうよ。才能があるって言えばいいのかしら。とにかく、次は、オロルンの行方を探してみましょう。二人とも、頑張ってちょうだい。こっちだ。この方向で合ってそうだぞ。ひひ、シトラリはわけのわからないことばっかり言うけど、やっぱりすごいんだな。なんですって？褒めて言うんだぞ、すごい。はあ、わけのわからないことって何よ。わかりやすいように説明してるつもりだけど、年はいってても頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。え、もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてたのに。
でもさっきのこの子たちの表情から見るとまさか私って全然時代についていけてないの？え？この声はシトラリか？そういえば今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい時だってあるものね。何その目、自信満々ね。なんだかうまくいきそうな気がするわ。経験から見た感じじゃやっぱり誰かここに留まってたみたいだな。ちょっと待って、ここの粘素ちょっとおかしい。見てみましょう。は、何かのマークみたいだな。すごく小さいけど、これは名園の主の人が使う助けを求めるサインなの。わかるのは私たち部族のものだけ。あの子、やっぱり脅されてたのよ。早く見つけないと。こんなに小さいマーク、気づかれないようにしたのね。やっぱり、ファデューに監禁されてるに違いないわ。正面からぶつかることになるなら、全力で戦う。でも、もしオロルンもそこにいたらどうしましょう。あの子は可愛い孫みたいなものなんだもの。巻き込めない。ああ、ダメね。落ち着かなきゃ。の痕跡が複雑になってきてるわ。匂いが入り混じってる。炎、雷、それから他の元素も。キーニチはお前のことすごいやつだって言ってたぞ。何か分かったのか？はあ、キーニチったら、やっと素直に褒めてくれたのね。争った形跡よ。現場の痕跡から見ると、おそらく、ここで戦いがあったんでしょうね。でもその後、粘素も元素の匂いも、別々の方向へと消えていった。オロロンは助けを求めるサインを残してたんだよな。あ、もしかしたら、ここでもサインを残そうとして、ファデュイにバレちゃったんじゃないか？別々の方向に向かったのなら、私たちも二手に分かれましょう。私はこっちに進むから、そっちをお願い。また後で合流しましょう。ホロル、一体何してるの？私だけじゃなくて、みんなに心配をかけるなんて。ほんといけない子ね。
あいつ言っちゃったぞ。旅人、お前も聞こえてたよな。シトラリがいなくなったら声も消えた。心の中であいつの名前を呼んでみたけど、何の反応もなかったぞ。なあ、オイラもてっきり会話できるのかと思ったんだけど、こっちにはあいつの心の声が聞こえて、向こうもオイラたちの心の声が聞こえるってな。この浮術はよく使ってるって言ってたし、過去に失敗したこともなさそうだけどな。もしかしたらオイラたちが特殊だから副作用みたいなのが出てきちゃったのか。あいつの心の声、にぎやかだよな。思ってたのと全然違うぞ。向かったのか、もうわからないってことか。急に何もなくなった。足跡とかも全然ないぞ。おかしいな。生身の人間が急に消えるわけないし、ファリュイもいたはずなのに。まさか空を飛んでいったわけじゃないよな。どうやら君には地下からの風の音が聞こえるようだな。悪いが、動かないでくれ。傷つけたくないんだ。危険を察知した瞬間、体が固まった。まるで野生動物のようだな。初対面がこんな形になって、本当にすまない。君は戦いが得意だから、他の場所であれば僕はなすすべもなかっただろう。しかし君は今、名園の主の者たちがよく知っている領域、八神の国にいる。こんにちは、旅人。僕が君の探しているオロルンだ。ああ、脱出。やはりそう思っていたか。ばあちゃんもきっと、ファデュイに脅されていると言ったんだろう。煙に包まれた偽りのサインを見た君は、嘘を追ってここに来た。あの痕跡は君をここまで誘導するためのものだ。だが騙したのは本意じゃない。これは、君ともう一人の友人を合わせるための一番手っ取り早い方法だったんだ。来たな、異教の旅人。丁重に対応してくれ。旅人の魂はこちらの制御下にあるが、かなり脆くなっている。慎重に扱わないと。お前を誘い出すためにオロルンには罠を仕掛けてもらった。そして名園の主の儀式でお前の魂を八神の国に連れてきたのだ。同僚が世話になったそうだな。
お前のことはいろいろと耳にしている。こんな状況だが、俺はこの先、お前と正式に話をしたいと思っている。その時になれば、こんなことをした理由と、マービカを疑う理由を説明しよう。とにかく、当たり前のように奴の計画に乗るべきではない。詳しく知りたければ、競技場の東を探すがいい。これ以上トラブルを起こすのは本意。現実世界でも、いずれ会うことになるだろう。その時はどうか話を合わせてくれ。ばあちゃんを巻き込まないために。ねえ、なんで座り込んでるの？本当に大丈夫？ストラリー！こいつ、ぼーっとしてると思ったら、急に倒れちゃったんだ。まさか、八神の国から持ってきちゃった残留物と関係してる？ゆっくり休んでなさい。慌てなくていいから。具合が悪いって知ってたら、無理してお願いしなかったのに。具合が悪いなら言ってくれよ。何かに取り憑かれてるのかもしれないし。ストラリがいるから、また見てもらえるぞ。いつも旅をしてるなら、無理は禁物ってわかるはずよね。何か頼みがあれば、遠慮なく言って。とにかく、もう少し休んだ方がいいわ。はぁ、ほんと。不用心な子なんだから。楽になったか？じゃあ、次の準備をしましょう。さっき、メンサの痕跡をたどって、ある拠点にたどり着いたんだけど、周りに兵士がいたの。オロルンがなく、それってこの近くか？早速行こうぜ！君は私の助っ人で、私たちは、風と雲みたいな関係よ。君の調子が悪いと、私もうまく動けないの。お詫びなんていいから、しっかり働いてちょうだい。誰かいるみたいだぞ。オロルンよ。やっぱりファデューに捕まってたのね。おお、待ってろ。オイラたちが助けてやるぜ。おい、何ぼーっとしてんだ。仕事は終わったのか。太陽がない。なんだと？太陽がないときは真実が見えない。君が日差しを遮ってるんだ。ちょっとどいてくれ。
何意味不明なこと言ってやがんだ。絶対に懲らしめてあげるから。シトラリのやつ、必死で怒ってないふりをしてるみたいだ。ふん、準備はいい？目に物見せてやるわよ。3、2、1。まだ抵抗する気？君、空気が読めないのね。退路はないし。みんながそばにいてくれ。油断した。海に私は帰ってきた。騒ぐぜ。獲物だ。赤月の影よ、我が命を果たせ。我が家の憩いは気類なき者。さあ、もう気分晴れないのだ。ムスケラどもきっちり。オラル、ばあちゃん。シトラリがグラスバーバだってことは知ってるけど、実際にばあちゃんって呼ばれるのってやっぱり違和感があるよな。こんにちは、ばあちゃん。なんだって？ばあちゃんだ。違うのか？君はばあちゃんの友人で同世代みたいだから、ばあちゃんだろ？そんな理屈じゃないって何度も言ってるでしょ。ばあちゃんと同じ世代の人はたくさんいるけど、見かけるたびにばあちゃんやじいちゃんなんて呼んじゃダメよ。待てよ、こいつまさか子供なのか。こんな顔してるけど実はまだ10歳も行ってなかったりして。その言葉はトゲのあるつる草のように深く刺さるな。ピンセットを使わないと取り出せないぐらいに。傷ついてないでオイラの質問に答えろよ。僕は大人だ。でも感謝の心を忘れないようにとばあちゃんに言われているんだ。名園の主のみんなには育ててもらった恩がある。みんな僕の家族だ。ああ。ひひ、じゃあお前は誰よりも年下で若造の下っ端ってことだな。オラルン、そんな話をすれば叱られないとでも思ったの？三つのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるでしょ。ああ、獣、詐欺師、どこの馬の骨とも知れない人。ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの？一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ。なのによりによってこんな大きなトラブルに巻き込まれるなんて。捕まっちゃったらもう誰かに助けてもらうしかないのよ。私たちが駆けつけてこなかったら死んでたかもしれないのに。ごめんばあちゃん、次から気をつけるよ。次ですって？こんな危ないこと次なんてあってたまるもんですか。怪我させられたりしてない？いや、ナタの地形についていろいろと聞かれて地脈の分布図を書くよう言われただけだ。正直に答えてちょうだい。エンジン様の前から隊長を逃がした謎の人物はオロルンなのね。ああ。どうしてそんなことしたのよ。それは僕の協力が必要だと言われた。もし断ったらばあちゃんを探し出して何らかの方法で痛めつけてやるとも。ふん、ばあちゃんはただものじゃないの。そんなことできるわけないでしょ。この子は本当にもう。そんなデタラメを信じるなんて、その頭に詰まってるのはただの飾り。幸い
エンジン様は名園の主の謎の人物を探せとしか言ってなくて、君の名前は出てない。でもだからってエンジン様が何にも知らないだなんて思わないで。たとえ予想していた真実が訪れようとも慌てる必要はない。教えた言葉忘れちゃったの？ごめん。もういいわ。倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから、これで君の無実は証明できるでしょう。さあ片付けて帰りましょう。オロルン、今回のことを教訓にしてちゃんと反省するのよ。それから町に戻ったら私と一緒に談義室行きよ。ことの経緯を説明するの。わかった。野菜を持って行こうか。野菜？ああ、野菜をたくさん育ててるんだ。新鮮だぞ。エンジン様、お嫌いなものがないといいんだが。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。エンジン様に会ったらまずはこう言うの。三つのものには気をつける。違うでしょ。まずはファデューと結託なんかしてないって弁明するの。名園の主の教育は一体どうなってるんだよ。わかった。なるほど。オロルンが隊長を逃がしたのは、バデュイがシトラリさんに害をなさないようにするためだったと。ああ、すまなかった。一族のものを守るためだったってことに免じて、許してくださるようエンジン様を説得してくれないかしら。情報を整理してエンジン様に報告する。結果が出たらすぐに知らせよう。ここで待たなければならないのか？本当はそうなんだが、シトラリさんが保証人になってくれるのなら自由に行動していい。いいわ。別の用事もあるし、ここで時間を無駄にするわけにはいかないの。協力に感謝する。オロルンさん、知らせが届き次第なるべく早く談義室に来てくれ。わかった。ありがとう。ばあちゃんもありがとう。ふう、これで逃げ隠れする必要はなくなったな。旅人パイモン、今回は本当ありがとう。恩に着る。オロルンのことが落ち着いたらシロネのところに行きましょう。一緒に米を作らないと。うん、ありがとな。面倒だなんて助け合うのは当たり前のことでしょ。じゃあまたね。朗報を待っててちょうだい。オロルン、ついてきて。泊まる場所を探さないと。さようなら、ばあちゃん。
にゃ。こんばんは。会えて嬉しいよ。幽霊みたいに後ろから急に現れるなよ。すまない、いつもの癖で。本当に悪かった。お前って謝ってばっかだな。おとなしそうに見えるのに、なんで変なことばっかするんだよ。君の言う通りだ。ばあちゃんにもよく言われている。君、ばあちゃんに言い方がそっくりだな。なんだよ、おいらのこともばあちゃんって呼ぶか。まあ、そう言えなくもないが。ああ。誰もついてきていないみたいだ。出てきていいぞ。約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。しかしお前たちは探求欲が強く、危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。そういった人物とは協力関係を結ぶべきであって、敵にはなりたくない。しかしこのまま何もしなければ、俺たちはいずれ戦うことになるだろう。そうならないように何とかしたい。かねてよりお前の各国での実績は耳にしている。同僚たちと何度も戦ったそうだが、お前は決して理屈が通じないようなものではない。もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知れば、お前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。エンジン様の計画はもう知ってるんだろう。アビスを倒してナタを救うには、あと二人の英雄を待たないといけない。なんでお前がそんなこと知ってるんだよ。ってそこはいいか、もう知っちゃってるわけだし。計画の進捗には常に注目している。率直に言おう。彼女の方法はリスクが高い。英雄は本当に現れるのか。そして本当にアビスを倒せるのか。もしものことがあれば、ナタだけではない。テイワット全土が道連れになる。本当に他に方法がないのか。それとも別の応急策があるのに言わなかっただけなのか。お前はどう思う？応急策って、たとえ今の計画が失敗しても、ナタを存続させるための方法だ。しかしその方法には悲惨な代償が伴う。だからこそ彼女はそれを予備案にしたのだろう。ためらい、恐怖、あるいは考えの甘さ。何がそう決断させたのかはわからないが、今のナタには彼女が悟るまで待つ余裕がない。最も心配なのは、多大なる責任が降りかかる中で、彼女が悲惨な事実に向き合えず、予備案を実行する機をも逃し、ナタを全滅させることだ。だから彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。そうだぞ、証拠でもあるのか。
そんな一方的な話をオイラたちが信じるなんて思うなよ。あの時神の心を奪おうとしたのは氷の女皇の計画のためだったんだろ。やはり鋭いな。あの剣は女皇陛下とは無関係だ。戦いで負けた以上、神の心は諦めるべきだが、ナタを救うという目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。もしお前が賛同してくれるならば、今すぐにでも。ち、誰か来る。何かの気配が近づいてくる。まずい。何かの気配ですって？君のばあちゃんだけど。ストラリー？いつの間に来てたんだよ。二手に分かれようって決めた時には気づいてたのよ。隠れた儀式用の道具、幽体離脱しちゃった旅人。君って子は一体何をするつもり？よくも、私に黙ってファデュイと手を結んだわね。またそうやって、怒られたらすぐ黙り込む。それで見逃してもらえるとでも思ってるの？そういうわけでは。まだ強がる気？そうじゃなければ、なんだって言うの？後ろめたい気持ちはあったんだ。ばあちゃん、ごめん。この、無知か何か持ってくればよかった。落ち着けよ、ストラリー。今回は、収穫がなかったってわけじゃないだろ。少なくとも、隊長がもう神の心を奪う気はないってことは分かったわけだからな。戻ってからにしようぜ、な。いい？旅人とパイモンが頼んでくれたから無事でいられるのよ。お仕置きなしってわけじゃないからね。ふぅ。二人の言う通りね。町に戻ってからにするわ。行きましょう。二人とも、どうかオロルンのことを見張っててちょうだい。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのか、ちゃんと説明してちょうだい。あら？答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長は何をしようとしてるの？それはナタとどんな関係があるの？聞こえないふり？ばあちゃんを無視する気なの？あ、うん。よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？君と名園の主全体に終わりのないトラブルをもたらすだけでしょ？普段は聞き分けのいい子なのに、どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったなら、こんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわ！なんでこっちを見るんだよ。こんなところを見せてしまって申し訳ない。
君は優しい。普通の人ならとっくに逃げてるかも。ばあちゃんの文句を喜んで聞く人なんていないから。後ろでこそこそ内緒話するなんて君たちね。うわあ、ごめんよばあちゃん。まあいいわ。私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。君たちはもう立派な大人で、ばあちゃんの言うことなんて聞いちゃいないのよ。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファズテにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。こんな悪い子からの贈り物なんていらないもの。イファって誰だ？配達員か？そんなのどうだっていいでしょ。こんなことつるんでるんだから、きっとろくな子じゃないわ。はぁ、子供って大人になるとちっとも言うことを聞いてくれないのね。どうせ何言ったって無駄なんでしょうけど。ほらね、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。血脈がこんな風になっちゃったのは決して君のせいじゃない。あの件はもうとっくに終わってるんだからね。なんだか内輪の話題に入っちゃったな。全然わからないぞ。それは違う、ばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。でも今回は本当に傷つけてしまったことも分かっている。すまない。この声は？ホーラルン？どこにいるの？なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ？本当に申し訳ない。ナタを救う責任は誰にでもある。オラルン、戻ってきてちょうだい。オラルンったら、もう。植物の胞子でできた粉？これで騙してたのね。なんで急に遠くに行っちゃったんだ？一体どういうことだよ。ただの小細工よ。胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子、毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？だからこんなにうまいのね。って、上達して何の意味があるのよ。ああ、もうムカつく。今度会ったら足をへし折ってやるんだから。ああ、落ち着いてくれよ。でもオロロンはどうしていつも逃げるんだろうな。ナタを守るためになんでオイラたちから離れる必要があるんだ。さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。割り込んじゃってごめんなさい。でも二人のデタラメを最後まで聞いたところで何の役にも立たないと思う。問い詰められればいつかは口を割ってしまう。それが怖くて逃げたんでしょうね。本当にもう。町までもうしばらくかかるから、ゆっくり歩いていきましょう。どこから話せばいいか考えさせてちょうだい。時間はある？お腹空いたし何か食べない？確かにずっと何も食べてないよな。気が緩むと一気にお腹が空いてきた気がするぞ。じゃあ酒場でちょっと休みましょう。私のおごりよ。
奢ってもらえるんだぞ。お、でもさっきからこいつ全然喋ってないよな。なんか機嫌が悪そうだぞ。まあオイラたちは立派な冒険者だからな。ちゃんと自分で払えるぜ。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。え、オイラたち、お前がモラを使わなくていいようにって。はあ、モラのことなんてどうだっていい。長い道を一緒に歩んできたから君たちをいたわりたいだけなの。このつまらないおばあちゃんにおごるチャンスをちょうだい。わかったから。シトラリ、元気を出してくれ。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。家に立ってる二人、顔がそっくりね。双子かしら。え、一人しかいないけど。あら、どうして。見間違えたのかしら。マスター、おかわり。まさか酔ってるんじゃ。ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。しかも最近話題の旅人じゃない。え、オイラたちを知ってるのか。もちろん。カチーノを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもの。おばあちゃんに新しいお友達ができたのなんていつぶりかしら。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。本当ならおばあさまって呼ばないといけないくらいなんだから。おばあちゃんは名園の主の有名人だから、みんな勇気がなくて話しかけられないの。あらあら、ちあんか、私の前で悪口。悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。お得意さんのお友達はきっとお得意さんになってくれるでしょ。もういいわ。お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに吐いたりしないから。じゃあその言葉を信じるわ。シトラリ、誰？はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。この黒曜石のシトラリと勝負したいの？おい、起きてるか？誰もいないところに向かって喋ってるみたいだけど。はあ、
勝負してどうなるの？負ければ怖くなって私から逃げるんでしょ？どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って、私のどこが妖怪よ？どこが妖怪に見えるの？シトラリばあちゃんは妖怪じゃないぞ。そう、暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、大霊と話したり、瞑想したり、それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。シーリー、そう、君のことよ。とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。わかりにくかった？やっとマナーのわかる子が来たみたいね。そう、おばあちゃんはすごいのよ。すっごく頑張ってるんだから。まさか目を開けたまま寝たのか？漆黒の帳の中で憎悪の幕が開かれる。煙の中には、おばあちゃんは瞑想してるの。飲みすぎるとこうなるだけで、寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か？名園の主っていうか、シトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。でもおばあちゃんにできることはなかなか真似できない。警戒の赤が昇る。あの瞳の中に、わあ！旅人、パイモン。私、どうかしたのか？ちょっと、吐き気が。ちょっと、大丈夫？うわ、吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことをするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。本当よ。歩いて呼吸を整えるか。はあ、話したいことはいっぱいあるんだけど、どう言えばいいかわからない。なんでだよ。言いたいことがあるなら言えばいいじゃないか。君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか？そんなんじゃないの。羞恥心よ、わからない？こんなに長く生きてきてもまだ捨てきれないものなのよね。君にだってそういう気持ちはわかるでしょ。実は
何？いい機会だし、行っちゃおうぜ。ことじゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない！なんでそんなことが起こったの？声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて、そんなのありえないでしょ。家の鍵がかかってなくて、キャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だってパジャマ姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。みんなすることをしただけなのに。外に出ましょう。話したいことがあるの。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざらい吐こうとしてる犯人みたいだ。どう？ここの風景、悪くないでしょ？一人の時は、ここに来るのがすごく好きなの。確かに、すごい見晴らしだな！はぁ、泣きたい。慰めていいかわからないぞ。泣きたい気分って話。まったく、助けてもらってるのにお礼を言われるなんて、私かっこ悪い。あんまり気を使わないで、じゃないとしんどすぎるわ。いいのか？お前って年功序列にこだわるやつなのかと思ってたぞ。昔はそうだったかもね。それと、確かに名園の主の人にはそういうことは言わない。みんなの目に、私は変なおばあちゃんとしか映ってない。この認識はもうずっとあるものだから、なかなか変えられないの。普通の人とあんまり変わらないと思うけどな。名園の主の子たちがその言葉を聞いたら発狂するでしょうね。グラスバーバは偉い人なんだから、そんな言い方しないでって。ストラリがすごいから、怖いんじゃないか？怖いって人もいれば、悔しいけど勝てないって人もいる。それでだんだん、
私とどう付き合えばいいかわからなくなっちゃったのかもね。君たちは？私が怖くないの？え？全然怖くないと思う。君たちは名園の主で暮らしてないから、私がどれだけの人の才能に対する幻想を打ち砕いてきたか知らないもの。私を見れば、たとえ一生を費やして頑張っても、私のように生きた伝説にはなれないとみんな悟ってしまう。ちょっと大げさに言ってるわけじゃないのよ。信じてくれないのなら、聞かなかったことにして。え、信じてないわけじゃないぞ。シロネンもお前のことを真っ先に思いついただろ。オロルンだって怖がってないし、あいつにとってお前はばあちゃんだからか。ええ、あの子は特別なの。君たちは私とオロルンを助けてくれたし、マービカ様の計画も知ってるから、本当のことを話してもいいか。ナタではオロルンは実は特別な存在なの。捨てられた子だって言ったでしょ。捨てられた理由はあの子の魂が不完全だからよ。これは名園の主では不吉な兆しで、役と災難をもたらすって言われてるの。両親が誰なのかは誰も知らない。あの子は村外れの石の上に置かれてたの。獣とかに食べられなくて本当に運が良かった。名園の主では人の魂は見えるものだと信じられてる。そしてオロルンの不完全な魂はあの時のナタにある可能性を提供した。ある儀式を行うのよ。その中でオロルンは媒体となる。具体的には散らばった魂をオロルンの体に入れて八神の国に送るの。この儀式を完成させれば血脈の力を強化できる。ちょっと待て、なんかおかしいぞ。ええ、すぐに要点をついてくれたわね。八神の国が破壊されて中の魂は死散した。血脈に帰れずさまようことしかできない魂がいるの。そして魂がチリジリになったせいで八神の国は衰退の一途をたどってる。でもさっきの方法でなら大量の魂を一気に送り返すことができるから、お互いにいいことなわけ。ただ媒体としてのオロルンは完全に生贄になるのよ。でも族長がこんな方法を思いついたのも無理ないの。当時血脈の状況はかなり悪かったし、ナタが滅びるなんて誰も望んでいなかったから、ちょうどいい人材がいるのなら試してみたくなるものよ。族長が意見を聞いてきたけど、私は承認も反対もしなかった。彼らは試み、そして失敗した。それでオロルンは助かったってわけ。笑えるでしょ。承認しなかったからって正義とは言えない。だって反対しなかったってことは黙認したってことなんだもの。もし儀式が成功してたらオロルンは死んでたかも。名園の主では生と死は忌避するような話題じゃない。でも生まれたばかりの赤ん坊を死なせるなんてあんまりだわ。あの子の生きる意味はどうなるの？それは他人のために命を捧げることだったっていうの？あまりにも不公平じゃない。だから計画が失敗したと分かったとき、罪悪感に駆られながらも私は密かに安堵した。この計画は秘密にはされなかった、あるいは秘密にする必要がなかったのかも。オロルンが大人になって調べてみれば、子供時代の経験の意味はわかるはずだから。オロルンは生き残れてよかったと思うだろうとみんなは思ってたし、あの子も何も言わなかった。でもその件を忘れかけた頃になって、あの子、急に聞いてきたの。ばあちゃん、じいちゃん、
もしあの時儀式が成功したら、ナタは助かっていたのかなって。そんな、あいつのせいじゃないのに。ええ、あの子は分かってるはずだけど、それでも気に病んでしまうのよ。あの子は魂に対して敏感だから、血脈の状況がどれだけひどいか人一倍分かってる。今でもナタのために何かすべきだと思ってるから、ファデューに協力したんでしょ。まったく、一体何を吹き込まれたのやら。隊長はもう方法を見つけたって言ってたよな。オロルンもその方法でいけるって思ってるってことか。このまま放っておくわけにはいかないぞ。あいつによく言い聞かせないと。おい、シトラリ、顔色が悪いぞ。大丈夫か？帰って寝るか？多分、飲みすぎたのかも。大丈夫。風に当たれば良くなるから。うん。やっぱり飲みすぎた。はぁ、あ。どう感謝すればいいのかしら。君たちには、本当にたくさん助けてもらってる。ありがとう。気にするなって、友達だろ。それにオイラたちはお前に貸しがあるから全然怖くなんかないぜ。それもそうね。わかった、今日のところは帰って寝るわ。また次回一緒に考えましょう。お友達ね。ふふ、覚えておくわ。オロルンはきっと隊長と合流してるよな。予備案ってやつについてか？隊長の話を信じるのか？確かに、あいつに聞くのが一番早いな。でも今日は遅いからもう寝ちゃってるだろうな。明日の朝一に行くってことで